たー、あー来たー、あーよかったよかった、来た、ようやくようやく、え、みんな見える、映った、よかった、え、声聞こえてた、もやの焦ってた声聞こえてた、ごめんね、あーお久しぶりいやー見えた、声聞こえてたかな、見えた、聞こえてない、よかった、逆に私やばいちょっと焦ってた、あー見えた、みんなすっごい久しぶりでもって、すっごいゲリラ配信、そうだよね、配信あけましておめでとうだよね、あーあけましておめでとうだよ、改めまして今年もよろしくお願いいたします、何卒よろしくお願いいたします、わーさっきずっとね、ずっと焦ってた、なんかね萌の配信画面ね、あのぐる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 してた、今年もよろしくね、あ、これじゃないね、こっちだね、こっちですよ、あ、すいませんね、そう、確かにドンベラ、わわ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 わ、びっくりびっくり、なにこれなにこれ、すごい服、口がすごい、え、かわいい、え、すごいすごい、笑う角には服着てるみたいな、すごい、ギフトもあれですね、服って感じですね、あ、チェリー萌菜のグッドモーニングさん、あ、これはタワーだったのか、ありがとうございます、チェリーさんタワーありがとう、ありがとうございます、明けましておめでとうだよみんな、久しぶり、そう、今日はポニーテールをしております、似合いますか、ちょっとなんか目が充血気味、なんだろう、目なんか赤くないなんでなんでだろうね、あー、ありがとうね、あー、ちょっと待ってね、あ、日焼けさんさんさん、日焼けさんもタワーありがとう、ごめんちょっとごめん、さっき見逃しちゃってた、日焼けさんもタワーありがとう、ありがとうございます、タワー、そう、今日はね髪の毛、前髪じゃない、ボリューミー、確かにボリューミーに見える、そう、本当はねもっと綺麗にね巻いてもらってたんです、一回ほどいて今ね自分でね縛り直したら爆発してるダメだ、もっと本当はもっと綺麗に巻いてもらってました、壁車も違う、そう、壁車もね変わりましたよ、ということでライトオン、あの壁車もねすごい1年前のと一つ前のと比べてちょっとは大人っぽくなりましたかね、すごいなんかみんな可愛くなってたよね、いや垢抜けるもんだなって思いましたあ、そうだ、あと8周年記念公演もねありがとうございました、なんかもはや常連みたいな、あの順序よろしくも披露させていただきました、女子アナ感増し増し、え、嬉しい、美少女だった、大人っぽい、カメションめっちゃ好き、うわ、よかった、ありがとうございます、嬉しい、私が好きな自分の好みなんだけど、 S 字巻きっていうかふわっとしたね、ゆるっとふわっと巻いた巻き下ろしにしてみました、うん、ジュンヨロもすごいやっぱ難しいんだよね、ジュンヨロってもうめっ
っちゃ難しいんだけど、でも今回も挑戦させていただいて、披露させていただいて楽しかったです。そう、ゆうはんとなちとね、3人でやったんですけど、そう、本当に歌大変、歌も大変、特にね息継ぎできない息継ぎが本当にできなくて、そう、でもね楽しくできました。ありがとうございます。そうだね、夏以来だね、夏のコンサート以来だね。そうなんです、髪型も自由になりました。みゆみゆさんがサインの昇格に納得するだけのパフォーマンスだった、ありがとうございます、嬉しい、そう言っていただけて。3人で頑張ってね、あの振りとか揃えたりとかたくさん練習したので、嬉しいです、そう言っていただけて、ありがとう。すごい、なんかいろいろ話したいこといっぱいありすぎて何話せばいいか分かんないあ、そうだ、まずはね、今日本日放送なってました、放送されました、あの NGT48 の新潟スイーツ部、はい、今日毎週金曜 BSN テレビさんにてのね、のにての BSN さんにて、あの毎週金曜朝10時から放送の、そうですね、お仕事で、そうだよね、平日だからお仕事の方も多いと思います。そう、私も今日ちょっと見れなかった、まだリアタイができなかったか、ちょっとまだ見れてないんですけど、でも絶対見ます。毎週金曜放送、ありがとうございます。ということで、もしかしたらまだ分かんないですけど、もしかしたらあの伝説のギャグを地上波で聞けるかもしれないあの伝説のね、伝説ですよ本当に。まあ何とは言わないですけど、はい、その日を楽しみにしていっていただけたら、はい、もしかしてね、わかんないですよ、放送されるかわからない、もしかしたらあのカットされてるかもしれないねえ、本当にでもすごい嬉しいことですね。あの本当に私はまだまだその入ったばっかりなんですけど、スイーツ部に今までの、ね、先輩方がすごいたくさん活動をしてこう積み上げてきてくださった結果で、こうやって地上波に放送、すごく嬉しい。私たちもね、私とナチは先入ったばっかりなんですけど、次は私たちがこうやってどんどん成果を積み上げていけるように頑張りたいと思います。スイーツ部も楽しい、本当だよ、バッサリかと、うおーおーおー、なにこれ、わー、なんか七福神みたいな、あ、これ何、グッチーさんありがとうございます。これは何、タワーかな、タワー、ありがとう、ありがとうございます、グッチーさんありがとう。2万タワーってやつだ、すごい、自分が船に乗ったと思った、なんかわっ、すごい、ありがとうございます、嬉しい。え、そうだよね、ありがとう、ごめんね、みんな待たせちゃって、たくさんなんかなかなか配信するタイミングをつかめずに、今日が新年初だよね、31日ぶりだよね、去年のね、お待たせしました、ごめんね、お待たせしちゃって、ありがとう、今まで待っててくれてね、返信メールとかでも待ってるからねって言ってくださって、本当にやりたいなとかって思ってたんだけど、なんかなかなかね、つかめなくてしかも新年一発目の配信今日だったのに、告知もできずに配信予約も入れずに申し訳ないすごい超ギリラ配信、ごめんね、ちょっと待って、この前髪のここが
暴れてる。よいしょ。通知切ってびっくりしたよね。わかる。絶対びっくりさせちゃった。めちゃくちゃ楽しかったよ。最近ね、忙しいっていうか、昨日と今日はね、楽しかったです。すごい今目のところに笑う角には服着たら来た昨日と今日は楽しくお仕事をさせていただきました。ありがたい。そうだよね、首を長くしてありがとう。そうだ、一昨日も楽しかった。もちろん一昨日はね、8周年の記念公演だったもん。ありがとうね。嬉しい。なんかそうだよね、新年明けましておめでとうございますだもんね。わー、すごい。なんかてか、ショールームのこのそれこそギフトとかもすごい新年仕様になっててびっくり。周年公演のリハは大変、あ、すごくそんなに大変ってほどでもなかったかな。なんかね、自分のキャパが広がっててねなんかすごい何が大変か分かんないでもね、すごい楽しく周年公演のリハはできました。すごい追い詰められて、もう無理、ギリギリ無理無理無理とは全然ならなくって、楽しくリハをできました。だから本番も楽しく迎えることができて、そう。あ、10日までがもっと新年仕様のギフトだったの。あ、そうだったのか。はあ、じゃあもうちょっと早くね、始めてればね喋れなくなっちゃった。ねえ、配信が見れて嬉しいわ。嬉しい、ありがとう。あ、そう、4期生のあの お披露目初楽曲披露で、自然渋滞をしてました。すごかったよね。私はね、4期生からは杉本さんだったかなって呼ばれてますまだノーマルですね。いや、本当に自然渋滞すごかった。びっくりだったよね。え、最初さ、みんな4期生が自然渋滞ってさ思った、てか分かった。なんか自然渋滞って最初さ、安定してるっていうか、こう照明さパッて当たる感じじゃないじゃん。なんかこうちょっと暗めで横向いてみたいな。だから本当にみんな分かるかなってちょっとワクワクしてたの。でもこのどこで分かるんだろう。ここかな、言葉に言わね、みんな前向くもんね言葉に言わしない、ね、予想してなかった。え、そうだよね、最初、いや誰なんだろうって思ってる。そうだよね、最初2期生さんの、え、そうだよね、そうだよね。私ももしあの客席にいたら2期生さんかな、あれでも人数多いなってね、なるよね。え、すごい、会いたかったか NGT48 と、そのあたりだと思って。ああ、すごい、みんな同じような予想をしていたんだね。そうだよね、私たちも確かに NGT48 でお披露目でしたもんね。マックス、確かにマックスもいいね。ねえ、本当にすごかった。私もこれからも頑張ろうと思いました。萌ちゃんに会いたい。ねえ、なんか最近さ、あのなんだっけ、おしゃべり会とかもないからね、劇場公演で会えたらね、会いたいね。本当にもうすごい、最近は劇場公演も充実してたりして、8周年記念公演も楽しくて、楽しい。ぜひ劇場にも会いに来てね。
そうだ、3期全員でキス調もした。すごい、なんか久しぶりに3期全員でキス調しました。あれかな、あの夏のファン総会以来かな、確かファン総会以来だったかなって感じ、ね、もっと4期生の子たちと喋りたいなって思います。あさって行きます、ありがとう、会おうね。いや楽しみだよね、これからも。モバイルのプラフ見た、ありがとう。まだねちゃんとね4期生とおしゃべりができてないので、そう、なんか緊張しちゃってどう話せばいいか分かんないなんかあのすっごい変な人だと思う、4期生から見たら。私なんか4期生たちがいるちょっと離れたところでニコニコ見守っちゃうの絶対変な人だよね。なんか写真撮りたくて、私4期生の子たちと。でも4期生にとっては本番前だったので、なんかもし私が4期生だったら本番前の緊張してる時になんか写真撮ろうなって言われたら、なんかえそれどころじゃないってなっちゃうかなとか、いろいろぐるぐる考えちゃって、その結果ちょっと離れたところからニコニコしながら見守るもう誰だよね、本当に本当にスマホ片手にギュッて握ってねえ助けて、なんか話しかけられないの私ね、なんか本当にもうどうしようと思って、なんか共通の話題からいけばいいのかなとか思いながら、でも本当にねえ保護者お母さんお姉ちゃんだからあれかな、あのさちょっと同年代っていうか高校生も多いじゃん、一つ下の代が一番多いのかな、同い年は確かなぎちゃんだったかな、なぎちゃんと同い年だったよね確かね、だから同い年だねとか、あと高校生だよね、だからどこの高校行ってるのみたいな、その辺、あ食べ物で釣ればいいのか、あ酒が多い渋、お菓子で釣ろう、そっかそっか、あ今度チョコ持ってけばいいのか、あ食べる、ちょっと買いすぎちゃってとか言って、欲張って買いすぎちゃったから食べるって持っていこうかな、いやそうだね頑張ろう 70%、 え今の子って 70% 加工ってあんまり好きじゃないかな、肺加工はちょっとやめていた方がいい、さすがにミルクチョコくらいの方がいいかな、やっぱミルクチョコかね、どうしようどうしよう、そうだねまずお菓子で、えどうしよう、じゃ一旦その同級生だねとか同い年だね高校どこ行ってるの系、そのちゃんとしたお話で行こうと努力する、ただし行けなかった場合ハイカカオチョコ持っていくねあミルクチョコ確かに選べるようにしとこうか、ミルクチョコとハイカカオチョコ、そうだねそうしよう、それで行こうと思います。まずはそのちゃんとおしゃべり系で。よし、どうしようどうしよう。どういう感じでしゃべりかける。ちょっとみんながあの4期だと思って。行くよ。あ、同い年だよね。あの高校とかどこ行ってるの。あれ転校したよね。とかあ、こんな感じ。なんかあ、ね、そうだよね。あ、モッサンって言わないでね、どうしようどうしよう、どんな感じなんだろう、え、わかんないわかんない、本当になんかね、どう喋っていいかわかんない、どうしよう、いい感じ緊張感ある、本当に優しい、カカオ足りてるカカオ足りてるとか言ってCM かってなるよね、初めておしゃべり会来た、確かに、あ、
みんなとおしゃべり会する時のテンションでいいのか、なんか変か、はじめまして、はじめ、いやなんか違うな、わーありがとう、ありがとう、そおしゃべり会すぎるな、ありがとうから始まるの、おしゃべり会すぎる、うん、あどこ、ここどこみたいな元気みたいな、どうしよう、うどうしよう、いやちょっと頑張りますね、いやもう思ったんだけど長野県出身の4期生がいなかったんだよね、びっくりだった、てっきりいるかと思ってワクワクしてたらいなくって、はい、いないのと思いました、うん、本当に地元トークしたかった、長野のどこなのとか、ここここのお店知ってるとかってさ、そういうのお話できるかなとか、それこそ一緒に長野県のねお仕事できるかなとかと思ってた、いなかった、長野県出身の子いなかった、残念、西村軍団増えず奈々子さんお元気かしら、てかあれだよね、長野県出身のメンバーがいないの初めてだよね、4期生がね、1期生さんそれこそ奈々子さんで、ドラウト3期生さんはちかなさんで、で2期生さんはゆめさんで、で3期生で私、4期生でいないもんね、ね、ちょっと寂しいけど、でもその分私頑張りますよねえ、ななこさんの写真集発売されますもんね、ゲットしたいな、確かに長野県出身と行かなくてもねルーツがあるかね、ねえ夏生まれの子が、え、わかる、7月生まれの子2人くらいいなかったっけ、確か確かそうだった気がする、萌ちゃんが明日の公演、そうなの、明日の公演ないんです、ごめんね、でも明後日はいるのでぜひぜひ、長野県の親善大使、え、本当になんか長野県それこそ安曇野市とかの親善大使やりたいです、今日もちょうどなんかその話もしたな、めっちゃしたいなと思ってる、あ、そうだよね、イベントお渡し会新潟県で、新潟県、新潟でされますよね、うん、お会いしたいな、3月3日か、ななこさんにそういえば全然1年くらいでかな、1年くらいもうお会いしてないのかな、ちょうど去年の冬に城山動物園のなんだでの YouTube 撮影の時にすごいサプライズで来てくださって、その日以来じゃない、もしかしてお会いしてないんじゃないかな、すごい寂しいな、わかる、4期生の、そう4期生の X が始まったね、ぜひ皆さんフォローしてみてくださいね、ちかなさんのバースデー、あ、そっかそっか、あ、すごい、あ、そっかそっか、そうだね、そうですよね、あ、なんか時の流れを感じる、誰目線って感じ時の流れを感じるとか言って、そっか、お、もっちゃんの福袋ツーショット撮影だけ当たりました、わー、ありがとう、嬉しい、うん、え、わかる、どん兵衛配信、この前ね、どん兵衛配信した時長野県にいらっしゃったけど、残念ながら、そうなの、残念ながらね、ご一緒できなくって、お、新州公演の振り返り発表、お、トゥエンディ、待って、合ってるか確信ない、あ、よかったよかった21とか21 日付だから 20
ファースト。AD もえちゃんの番組は合ってる？それはこの日だっけ？待って。よしよかった。AD は20で、AD さんは20で、新春公演が21。振り返りね。楽しみ。ぜひどちらもぜひぜひご覧ください。ねえ、バズタイムズさん、めっちゃ面白いよね。すごい。私も頑張って振り切りましたのでAD 杉本振り切りました、ね、あとはもう本当にそう8周年のストーリーズ、ああそうそう、インスタのストーリーにね、昨日か動画あげました。見てくださいましたかね。あ、そうだそうだ、あと新春 CM ね、そうお年賀 CM みたいなのにも出演させていただいて、あのゴルフ部として UX さんのと、あとスイーツ部として BSN さんの CM に出演させていただいておりました。見れましたか皆さん、見れたかな。そう、なんとありがたいことにね、2曲であの CM に出演させていただいてました。ありがたいね。お、8周年グッズ注文しました、ありがとう。8周年グッズちょうどね今日出ましたよね、うちわとかもあったね、時計だっけ、あったね。ぜひそちらもチェックお願いします。キーホルダーか、ぜひぜひ。 AD でもちらっと、あ、そうあれめっちゃ面白いね、あの AD さんのそのバズタイムズさんの CM でも AD 役、本当に AD みたいにあれ面白いよね。もうそれもあれは本当にちゃんとね、なんか見てみてくださいちゃんと見てみてくださいって、ちゃんと AD してるのでぜひ。嬉しいね、こうやっていろんなねところに出演させていただけるの。そう、村長さんとの絡みをぜひご覧くださいなんか本当に皆さんのお住まいのところに電波を飛ばしたい。そうだよね、県外とかだとね見れない方も多いよね。電波を頑張って、ふわっ。県民太田さんのポスト、お、よかった。YouTube にアップ、確かに YouTube にアップしてできるかな、されるのかな、わからない、されるといいですね。なんか久しぶりに配信したらさ、何話していいかわからなくなっちゃった急にね。もうなんか今日ちょっと充電が切れてますね、自分の中で。え、待って、まもなく、え、嘘嘘嘘、待って、テレビじゃない、時計ない、あ、あった、入れ53分、あ、やばい、あ、危ない。そう、ちょっとさ、聞いてほしい。あのね、もうあの4期生のその X 始まったよっていうポストもしたいの。あと5分で間に合うと思う？そう、萌えちゃんまだ高校生なんです、こう見えて。あ、どう見えてるか分かんないけど、こう見えて。54分、大変だね、ちょっと無理かな、明日の朝でいいかな明日の朝でいいかな、ポストするのね。多分無理やと思う
無理だ。じゃあちょっと今日のうちに、あれだね、ごめんね、今日なんかせっかくみんなとか言ってさ話せたらさ、なんかポストは、まあ、いつでもって言ってあれだけど明日でもできる。ただしみんなと話すのは今しかできないと思って。そうだね、そう、萌ちゃんポストも22時までなんです。はい、下書きだけ書いて、そうそう、それそれそれやろうと思った。明日の朝ちょっとポチッとなってするだけで、はい、 OK、 そうします。諦めた。人生諦め肝心ですから。そうなのよね。そんなに、今日、あ、そっか、でも今日なんか20分くらいから始めちゃったよね。よいしょ。あ、ほんまや、55分だって。早っちね。なんか予約投稿がねできないんです。あ、じゃあスクショタイムしようかな。確かにポストが渋滞するよりいいのかって考えよう。ということで気を取り直してスクショタイム、どうする、何する、何する、みんな何がいいかな。明けましておめでとう。あ、龍立つ、そうそうそう、思ったの。龍のポーズって私分かんなくてずっとなんかこんなんやってたんだけどさ、あのさ、なんか HKT さんの集合写真を見てこれだって分かったの。学ぶの遅いよね。HKT さんがやってるのを見て、あ、タツのポーズってこうやるんだって学びました。今までこれしかないと思ってたから。ということで今年もタツ同士、今年も1年よろしくお願いしますということで、龍のポーズ、はい、チーズガオー、ん、龍ってどうしよう、うん、ということで、あとなんだろう、あ、角、あ、角、あ、そうそうそう、新年の公演ではね、いろんなところで角をしてました。これは龍です。立つか、はい、チーズ、イエイ。じゃあちなみに私流の流、私流の流、私流の流、やばい、そんな、どうしようどうしよう、57分、はい、早く男女読みするよ。はい、男女読みします。みんなちょっと待っててね。新年早々何言ってんだろうね。じゃあ13位からいきます。13位、マサさん、ありがとうございます。12位、お茶とうま白いご飯3杯さん、ありがとうございます。11位、おつぐピースさん、ありがとうございます。10位カンさん、ありがとうございます。9位リアさん、ありがとうございます。8位リーヤマサンサンさん、ありがとうございます。7位ハイスノーサンサンサンデーさん、ありがとうございます。6位ハクタカさん、ありがとうございます。5位セッテンガーさん、ありがとうございます。4位ビータケシさん、ありがとうございます。3位チェリーモエナナグッドモーニングさん、あ、グッドモーニング2さん、ありがとうございます。2位日焼けさんさんさん、ありがとうございます。そして1位はぐっちさんです。ありがとうございました。今日もたくさんのコメントとギフトとお星さん、たくさんありがとうございます。そしてタワーもありがとうございます。改めてなんですけど、ちょっと今回バタバタと始めて、急に始めて、あの新年一発目の配信だったんですけど、こう見えて改めまして明けましておめでとうございますというのと、今年も1年よろしくお願いします。また今年もたくさんね、できる時にできる分だけ楽しく配信をしていこうと思うので、今年も楽しく過ごしましょう。ありがとうね、急に始めたのに見に来てくれてありがとう。
あけおめ&ことよろ、おやすみ。ずっと同じ空見上げようね。またね。切れるまで待っとこう。ハト。ラブ。イエイ。おやすみ。またね。バイバイ。おやすみ。